皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール情報を紹介していきます。フェーズ5かな、ディミッチ達成しました。勝率 71%、 前回のフェーズよりもちょっと上がったんですよね。やったね。ということで今回は私が試合中にね、こんなこと気にしてますよっていうね話をしていきたいと思います。うちのチャンネル試合映像が全く出ないでおなじみなんですけど、たまにはね試合映像を使ってみようと思います。1試合ピックアップして、こんなところに気をつけていて、こんなことを考えながらプレイしていてみたいな話をしていきます。映像がまあ家庭用のものになるんで、アプリの方で同じことがねできない箇所もあるんですけど、まあ、考え方として同じようなことを考えることはできると、一応どちらのね方も対応できるかと思います。こんな感じでいいフットボール情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。さあ現在のスカットですね、まあ、こんな感じです。普通です。この試合ザカリア入れてますね。まあ、スカットの話はまた別でやろうかな。興味ある方はねスカットの話もせいとコメントください。ちなみに今回の相手は最高順位が2000位台の方で、同じディビ2だったと思います。ではまずは早速守備の場面ですね。もうサイドに追いやる、中には自由にさせないっていうのを心がけながらサイドに追い込みたい、そんな守備を基本としています。まずここでネイマールに入れられました。22番のね手前の選手も見れてるんで、まあ、大体コースに入れそうなところに一旦立つ、そこが大事。一番ねここからピンチを迎えるのは22番の選手にパス出された時なんで、そこをケアする。で相手の人はフリットに出します。ここですね、まあ、22番の選手も中央で多分冨安がマークついてるんですけど、これなら多分こう通されないかなと思って、私はベルゴミでとりあえず追いかけてます。ネイマールもちょっと気になるよっていうところに立ちながらサイドに追いやるような、そんなとこですね。もうこの辺になるとカーソルがごちゃるんで、とりあえずもう一人に当てたらそのまま追いかける、もう届く範囲ならそのままで、届かないなら変えるけど、今のはねしっかり届いたんで、もうカーソルを変えない。無理にもうこの辺からカーソル変えまくるとごちゃってなるから、ここ変えないでそのまま追いかける。で中にも出されないコースをとりあえず意識しながら切って切って切ってみたいな。22番をまずベルゴミで切って、ネイマールフリットで、ネイマール戻されないようなところ立ちながらメッシかな、最後メッシのところで潰す。さあネイマール運んでいきます。この辺は特にね言うことないでしょう。でパス出してずれて取られます。ここをしっかり早くプレスかけましょう。もう前で取れればチャンスなんでね、まあ、あの辺で正直抜かれても後ろは枚数正直足りてるんで、それは積極的に。たまにこの辺で何もせずに突っ立ったままの人とか、もう撤退しちゃう人いるんですけど、もうここら辺は激しくプレスかけた方がいいですね。どんな人でもプレッシャーかけたら慌てたりとかミス起きたりとかするんで、この辺で別にプレスかける分にはノーリスクなんで、ガンガンかけてもいいし、でこういうボールも積極的にプレスをかけながらで回収する。まあ理想的なのは自分でカーソルを当てて取ることですね。 AI に任せないで、私も今のギリギリでカーソル変えて前に入ってと、はい、まずネイマールで運びます。でこの辺からもやることないですっていう感じ。まあ、手前のフォーデンを置いてるんですけど、その選手がややオフサイド、ちょっと待ちながら戻ってくるのを待ちつつ、後ろ側にリベリがいるんで最終的にそことワンツーして裏取るんで、もうネイマールパス出した後ネイマール相手の人多分見てないですね。ボールウォッチャーになってるんで、まあ、そこを意識して出したって感じ。ワンツーで走らせた選手を見れてなかったって、まあ実際のサッカーでもありますけどね、ゲームでもボールウォッチャーってある、そこを意識して。基本は地上でなんとかねパンパンつなぎたいわけですが、まあこういう感じでスペース埋められるとね、どうしてもこの空間を意識したパスみたいなところをやらないと中央で崩せなくなるんで、まあ、こういうのは大事かな。さあサイドで持ったらしっかり選手の動き見ながら、相手のカーソルも見ながら空いたところに出していく、ほんとそれだけしかやってます。まあ取られた後自分でカーソル変えて取り返す、もうこれが大事。 AI に任せてたら取れるか取れないか分かんないん で最後は外す。まあこのシーンなんか相手の方、まあカーソル当たってない選手でボール取ってるから慌ててんよね。この選手でまさか取れるとはみたいなね、そんなことあると思いますけど、勢いよく前にね出そうとしてっていうところが起きやすいんだけど、それを狙ってみたいなとこね、オートで取るとややこしい、そんな時もねありますよ。そしてこのシーンですね、この後ねボール取られるんですけど、このシーン、はい、スライディングいきました。
これなぜスライディングいったか皆さん分かりますか。これデストラじゃないですからね、ファール取られてないし。まず相手の方ボール取った後、多分パス出すとこ迷ってますね。でドリブルで運んでるうちにスラが来たんですけど、まあ、こういうのが前半結構前プレスかけて自分でカーソル変えて取ってたから、多分意識してんだよね相手の人も。だから出すとこちょっと丁寧に行こうとして持ちすぎた。そういうのがね前半からのプレスとかがハマったシーンかな。ジャブのように効いたってとこ、慎重になったんだろうね。で逆に、では私がスライディング行った理由は時間ですね。もうその直前のシーンでアディショナルタイムに入ったんですけど、まあアディショナルタイム1分なんで、もう1分丸々使って、なんならもう1分2分とか攻撃位置で考えたらもうちょっと前の方であれば絶対攻撃続くようにこのゲームなってるんで、時間を見ながらアディショに入って、もうギリのギリまで私の攻撃で終わらせる。もうこのフォーデンに入った時から時計を見てます。あ、45分だね。この後、まあ、ちょっといろいろ考えながらね、ムバペの持ちで取られる。さっきの時点でもう1分ぐらいね経ってることはなんとなく分かってるんで、まあボール蹴ったらねそのまま終わるんですけど、相手の方まず時間多分見れてないんで、そのままね運んでしまおうとして、それを見た矢先に私はザカリアでスラに行くことを決めます。これで奪い返したらこっちのチャンスになって追加点がね取れる可能性あるし、ここでスライディングかわされてももう笛吹かれて終わりなんで、そういう時間を見るっていうのは大事かな。これがアディショね、3分とかあるのであればやめた方がいいけどね。まあ時間見てもう1分しかないし、1分経ってるし、ボール取れれば追加点のチャンス生まれるかもしんない。そういうのは狙っていきたいね。フォーデンとどこで時計見る、まあここでちょっと選手待ってたら、まあムバッペで取られる、時間もう大丈夫だからスラ行く。で結局、まあ相手にねボール渡ってチャンスには繋がんなかったけど、まあアディショナルタイムのねうまく目安とか出してくれるから、まあそういうのも利用してうまく試合を進めるのは大事かな。ここでロングフィードインパクトできるんですけど、ここってちょっとした技術、まあ大体こういう逆サイドのねサイドチェンジとかパスとか若干弱くなったりするんで、ちょっと手前に寄せてあげる、これをしっかりとやんないとパスが結局通らない、そういうことがね多々あるんで、しっかりとちょっとボール側に寄せてあげる、その場で受けるんじゃなくてボールに寄りながら受けてあげる、そういうのをしっかりね大事にしていきたい、ね、このまま立ってたら普通に前のテオエルなんですか、その選手に多分ヘディングされてますね。まあ、ちょっと重たい時はね反応しない時もあるんだけど、まあ、この試合は割と反応してくれたんで、まあそういうところもちゃんと活かしていき、さあ相手に奪われます、繋がれてここなんか知らんけど抜けていってしまって、決定的なシーンね、マニキーです。ここねベルゴミ取れたと思ったらなんかねスルーしちゃって、ね、中のタムフリットかな、あの髪型は2人ついてるんで、まあ、パスコースないんですけど、キックオフ前にちゃんとフォーメーションは確認してたんで、まあ、大体あの裏に誰かいるんだろうなって思ってはいた。ただもうこの時点でカーソルをそこまで持っていく時間はないんで、フリットだけ出されんように、でもこのゲージの時点で、あ、逆サイドに蹴ってくんなっていう、もうゲージ量で分かりますよ。あ、もう逆サイド狙ってんなっていう、でもそろそろマニキーしないと間に合わないなみたいなことを考えながら待機です。でもこの時点でね、もうパスがねファーまで流れることは確定、真ん中の選手、まあ、自分でマッチアップしてたら取れたかもしれないけど、もうマニキー体勢です。でしっかりマニキーして寄せる、もうそれだけです。で奪われたらしっかりプレスをさっさっさっとかけていく、はい、この技術。これ相手の人がスパキャンしてないんでね、スパキャンしててちゃんとボールのコースに動かしてたらフリットに収まってたんだけど、かつ私直前にスライディングしてるんで、あれ普通に走っていったんじゃ届かないんですよ。でボール弱いんで絶対、あそこでつついてあげることによって富安にボールを流せる、ここで追いかけるだけじゃ届かないんですね。さすがのザカリアとかビエラとか足の長い人たちでも届かないんで、最後スラに行く勇気みたいな、そんなところが最終的にはね必要になる時もある。これ相手に自分やられたことないんです。特に重い時とか絶対スルーパスとか途中で威力弱くなって、あんな感じでねカットできるようなね場面非常に多いんだけど、私は一方的にやってるだけ。狙えるとこは狙った方がいいですね。基本これ多分プログラムされてないことをしてるから、やっぱね AI はプログラムされてないものはね対応できない。あのスライディングでちょっと動かされた時に AI がもう完全に固まってるもんね、足も出せないし、 AI をねバグらせるスライディングで、あ、覚えておいたらねちょっと役立つ時があるかも。これアプリできるんかな。でアプリはスパキャンないからああいう場面多いんじゃない、ちょっとスライディングでつついてあげれば
みたいなねシーンはよくあります。さあこのシーンですね、リベリーのシーンかな、まあ、リベリーを見ながらリベリーにカーソル変えてて相手どうすんのかなと思ってここで一旦ね止まったんよね。ちょっとずらそうかと思ったんだけど、多分だけどもうパス出すのは決めてたのか、まあもう出すとこないからねほとんどここしか、もしね前に出すとしたらもう2人オフサイドのとこ、まあビエラで横につなぐかみたいなとこかな。ちなみにこれ得点につながります。まあ、これはフォーデンがね2列目で勝手に飛び出したんでそこをめがけてスルーパスで最後上、いいスルーパスだったねワンタッチ。最後の最後チームプレスが来るのよね、だから下に打とうかと思ったんよね最初は。ちょっと上の方から下に入るようなドリブルをしてるからもうそのまま下に打とうかと思ったんだけど、最後チームプレスが来てるんでシュート打って足に防がれるの嫌なんで最終的にはもう直前で上にしました。で一旦サイドに渡して安全にパス出せるところに運ぶ、でここからまたサイドチェンジするんだけどさっき言ったやつちゃんと応用して寄せてヘディング、いかがでしたでしょうか。まだやったことがねなかったよっていう方はねぜひお試しください。個人的に一番気に入ってるのはね最後のチョンってねスライディングするやつです。あれやってる人いないんで気持ちいいですよ。次回はスカットについてもねちょっと話そうかなと思っております。興味ある方は確認してください。こんな感じでユフトボール情報を発信してます。チャンネル登録高評価お忘れなく。今回以上ありがとうございました。